はい、皆さんこんにちは。世界コインの佐藤です。今ですね、うちでコインのグレードを当てようというイベントを開催しておりまして、皆さん知ってるかな、参加している方もいるかと思います。主にですね、今まで鑑定代行を通して皆さんの畑がコインを鑑定代行をして、グレードをつけてもらうっていう鑑定代行をずっとやってたんですけど、ただ普通にそのグレードがつくだけじゃ面白くないかなと思い、今回はこのイベントを企画しました。かなりね、長期的でやろうと思っております。どういう内容か簡単に言うと、例えばその私の手元にその畑がコインがあって、自分で65グレードだろうと思うのね。そしたらそこに MS65 って用紙に書いて、で鑑定結果が戻ってくるじゃないですか。戻ってきたら、お、見事に私の思ってたグレード予想通りになって当たったんだなと思ったら、お客様に1000ポイントをお客様のアカウントに追加しております。でこの追加した1000ポイントはね、いつでも自由にご利用することができます。期限もないです。なのでちょうどこのイベントを開始したのが去年の12月かな、年末の時に、初めて募集して、でその1月として鑑定に送ったのね。で言って、今3ヶ月くらい経って今戻ってきて来ているんですね。上場で戻ってきたコインの中で、そのイベントに参加したコインも入ってきてま、はい、あります。でそのお客様のその結果を動画を作成しました。皆さんよかったら、一緒に見ていきましょう。顧客の推測された評価は MS62PL です。正しい結果は MS62 であり、お客様のこの硬貨の PL 状態は明確ではありません。左側、皆さん弊社のこの硬貨をご覧ください。右側、明らかにプルーフライクです。顧客の推測されたスコアは MS65 です。PCGS の厳密な鑑定の結果、このコインは本物であり、ケースに収められましたが、表面の傷が特定のスコアを得られない原因となりました。このコインにはクリーニングの痕跡がありますが、あまり明白ではありません。運が良ければスコアを得ることができますが、たとえスコアを得たとしても、MS65 になる可能性はありません。皆さん、弊社のこの硬貨と比較してください。顧客の推測された評価は MS65 です。実際の結果は MS63 でした。このお客様は引き続き努力してください。実際、1ポイントの差がある場合でも受け入れられます。お客様の推測されるグレードは MS62 ですが、実際の結果は偽物でした。この偽のコインがなんと金属探知機を通過しました。私はこの件について NGC に尋ねました。より詳細な判定結果を期待しています。お客様の推測されるグレードは MS64 ですが、実際の結果は MS64+ でした。完全には正しくありませんが、非常に優れています。初回のイベントですので、ニアピン賞としてこのお客様には1000ポイントをお渡しします。
ただし今回だけ特別です。お客様の推測されるグレードは MS62 ですが、結果はなんと大正解。おめでとうございます。後ほど1000ポイントを送らせていただきます。同時にこれは素晴らしい5フラン銀貨でもあります。お客様の推測されるグレードは MS64 ですが、実際の結果は MS63 プラスでした。完全には正しくありませんが、非常に優れています。初回のイベントですので、ニアピン賞としてこのお客様には1000ポイントをお渡しします。ただし、今回だけ特別です。お客様の推測されるグレードは MS66 ですが、実際の結果は MS65 でした。惜しかったですね。お客様の推測されるグレードは MS65 ですが、実際の結果は MS64 でした。引き続き努力してください。実際、1グレードの差がある場合でも受け入れられます。前のコインと同じお客様からの提供ですので、このお客様の洞察力はかなり優れています。お客様の推測されるグレードは MS66 ですが、結果はなんと大正解。おめでとうございます。後ほど1000ポイントを送らせていただきます。お客様の推測されるグレードは MS65 ですが、実際の結果は MS67 でした。はい、皆さんいかがでしたか？かなり難しかったと思います。今回ですね、結局当たったのは1人か2人くらいなんですよね。また次回の、帰ってきたコインがあればまた動画撮影をして皆さんに紹介したいと思います。今回の動画にぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。